www.videonews.com。こんにちは。はい、こんにちは。今日は4月4日金曜日、第677回の丸劇ニュースコメンタリー、これ N コメっていうんですよね。はい。ですよね。今日なんか神保さんがお休みということで、私が司会を担当します。じゃあ宮田さん、はい、よろしくお願いします。今日取り上げるのは、まあ、ここしばらくメディアをかなり、まあ、にぎわせているんですけれども、まず一つは袴田事件ですね。はい、先週もちょっと取り上げたんですけれども、まあ、袴田さん、48年ぶりに、ようやくその再審開始が決定して、はい、まあ、検察は抵抗してるんですけれども、はい、まあ、決定したと。これ僕前から気になったんですけど、これあれなんですよね、袴田さんって世界で最も長くその収監されている死刑囚って言ってギネス記録らしいんですよね。まああまり 笑えないその本当の話で、まあ、ようやくその再審開始とまあ釈放されたということで非常に良かったんですが、その直後に、今度3月31日ですね、あの福岡県の飯塚市っていうところで起きた、いわゆる飯塚事件っていう事件があったんですけれども、この事件僕は実はあの何度も現地に行って取材してるんですけれども、この事件でもう実は熊道俊さんという方なんですけど、すでに死刑執行されちゃってるんだけれども、まあその熊さんのご遺族および弁護団がこれは冤罪だということで、死刑された後に再審を求めているという、その再審請求審があったんですが、まあ袴田さんの方は再審が決定という結論を静岡地裁に出したんですけれども、飯塚事件に関しては福岡地裁が3月31日ですね、これを認めないと、再審請求を棄却するという決定を出して、まあ、全然違う結論を出したということなんですけれども、まあ、この飯塚事件について最初にちょっと袴田事件に先立って、お話をしてみたいなと思います。はい、それでまず飯塚事件といっても多分ご存知のない方がたくさんいらっしゃると思うので、ちょっとあの年表を作っていただきました。これですね、ごく簡単に言いますと、事件が起きたのは1992年ですね。1992年の2月に起きたんですね。これ、飯塚市で行方不明女の子2人、これ小学校1年生7歳だったと思うんですけれども、の女の子2人が行方不明になると。で、飯塚市内の山中ですねからその遺体で発見されるということなんですね。で、僕もこれ現場へ行ったんですけれども、本当に人気がない、国道なんですけれども、よ田舎によくある三桁の国道っていうやつで、車のすれ違いがやっとできるような本当にその偏僻な国道なんですけれども、この国道の崖下のところに女の子の2人の遺体が投げ捨てられてたらしいんですね。最初に見つけた人はマネキンかなんかじゃないかと思ったっていうことなんですけれど、まあ、あまりこういうのを詳しく言うのはあんまり良くないのかもしれないですけれど、上半身は服を着ていたけれども、2人とも下半身は全く下着も脱がされている状態で、まあ、性的な乱暴されたという事件なんですね。まあ、いわゆる性的な変質者の犯行であろうと思われたんですけれども、でその直後から実はその警察は、福岡県警はその最終的に死刑されちゃう熊道俊さんというんですけど、熊さんに目をつけたらしいんですね。で、まあ、これはいろんな事情があったらしいんですけれども、目をつけたと。で、4月22日に、女児の体に残っていた、まあ、体液ですね、血液とかの体液をと、それから熊さんの髪の毛を出させて任意提出させて、で DNA 鑑定を実施したと。の結果、これ科学警察研究所でやったんですけれども、この結果一致するという可能性が、あの結果が出たんですね。で、まあ、これだけではなくて、その他にもその犯行時間帯に熊さんが乗っていた、当時熊さんはワゴン車に乗ったんですけれども、そのワゴン車と同じような形の車を現場で目撃されているというような、まあ、いくつかの状況証拠が集まったと。で、まあ、その中でもとにかくこの DNA 型鑑定っていうのが一番決定的な証拠となって、熊さんが逮捕されると。で、一貫して彼、まあ、大体自白しちゃうんですけれど、彼はかなりその頑強な精神の持ち主だったのか、一貫して否認するんですね。取り調べでも全く自供していない、一貫して否認して、まあ、殺人容疑で再逮捕、誘拐罪、略取誘拐罪などでも追訴されたんだけれども、一貫して否認して、一審も二審も最高裁でもずっと否認を続けたんですけれども、最終的に上告が棄却されて、一審の死刑判決が確定したのが2006年の9月と
ということなんですね。まあ、これが飯塚事件なんですけれども、最初の話に戻るとですね、いわゆる状況証拠なんですね。すべては状況証拠。例えば、熊さんの車が現場で見られ目撃されているとか、それから警察がその熊さんに目をつけたっていうのが、この1年くらい1990年の1年くらい前に、やっぱり女の子が福岡、この飯塚市周辺で行方不明になるっていう事件があったんですね。でこれ結局遺体も何も全然見つかってなくって、その女の子どうしたか全く分かんないんだけれども、その女の子が最後に目撃されてたのがその熊さんの家だったというような証言があって、まあ、そういうその過去の警察のその証言の積み重ねと、いわゆる車が目撃されているとかっていう、そのいわゆる状況証拠がいくつか積み重なった上に、家系圏の鑑定で DNA 型が一致したと、でもこれ決定的だろうということで逮捕したんですね。ところがですね、ちょっとこれも簡単に説明するんですけれども、もう一個の年表なんですね。これ映るかな、これ並べては映らないね。これを見てほしいんですけれども、足利事件っていうのは、これ皆さんご存知ですね。この番組でもおそらく何回もやってると思うんですけれども、これはもう完全に冤罪だってことが分かって、菅谷さんが、まあ、もうこれも無罪になって出てきてるんですけれども、彼も一度無期懲役刑を受けてたんですが、これ菅谷さんの事件っていうのはこれ1990年に起きてるんですね。で1991年の8月27日に家系圏が DNA 型鑑定を実施して、これもやっぱり女児の体に残っていた体液と菅谷さんの DNA 型が一致したと、これが決定的なきっかけになって菅谷さんが逮捕されるということで、まあ、その後菅谷さんが有罪になる最大の根拠になるんですけれども、で実はこの事件が DNA 型鑑定、日本で DNA 型鑑定でその被疑者逮捕に結びついた最初の事例だったんですね。で見てほしいんですけど、これ91年の8月27日に家系圏が DNA 型鑑定を実施している。でこっちのこれを見てほしいんですけど、飯塚事件だと DNA 型鑑定やったのが92年の4月22日なんですね。つまり半年後ですね。そう、半年後なんですね、全くほぼ同じ、半年しか離れていない時期に DNA 型鑑定をやっていると。で実はこの DNA 型鑑定っていうのが MCT118 型っていう DNA 型鑑定なんですけれども、この DNA 型鑑定で、で足利事件の菅谷さんの時も DNA 型同じ型なんですね。で実はそのやったメンバーもほぼ一緒なんですね、DNA 型鑑定をやったメンバー、ね、そうそう、家系圏 の、 その研究家っていうか、職員なんですね。で振り返ってほしいんですけれども、この DNA 型鑑定っていうのは再鑑定をする過程の中で、この DNA 型鑑定おかしかったよねと、これ間違ってたよねっていうことで、最終的に菅谷さんは無罪になるんですが、再鑑定したらやっぱり違ったと、間違ったと。その同じ DNA 型鑑定で、熊さんはやっぱり有罪になっていたということなんですね。つまりどうもこの状況証拠しかない中で唯一決定的と言われたこの DNA 型鑑定っていうのは相当間違っていた可能性が高いんじゃないかっていうことなんですよね。でもう一つだけ説明すると、これがまたちょっと説明、ここから先は推測なので、推測も混じるので、あまりこう僕らみたいな仕事の人間は言っちゃいけないことなんですけれども、実は足利事件が冤罪だっていうのが分かるのが2008年の2月くらいからだんだん動きが出るんですね。つまり、DNA 型鑑定を再鑑定してくれよっていうことを弁護団ずっと言い続けるんですけれども、こう再鑑定要求するんですね。5月23日、で10月15日に検察も再鑑定反対しないよという旨の意見書を出して、10月17日に DNA 型再鑑定の可能性があるんだっていう報道が一部メディアに出る。で実際に12月24日 DNA 型鑑定の実施を決めるわけですね、再鑑定をすると。つまり2008年の真ん中くらいから末にかけて、この DNA 型鑑定おかしいよねっていう動きが、弁護団は当然だけれども検察、裁判所の中でも高裁の中でも始まり、もちろん検察の中でもこれまずかったんじゃないのっていう動きが一気にこうわーっと広がっていって、最終的に2009年の5月に DNA 型の再鑑定の結果を東京高裁が伝えて、即日ですね、6月その菅谷さんが釈放されるんですね。こういう動きなんですね。ちょっとこれ覚えておいてほしいんです。2008年の半ばから後半ぐらいで、熊さんの方を見るとですね、2008年の10月に死刑されちゃったんですね。つまりこれどう考えても、その DNA 型鑑定がおかしいんじゃないかっていう動きっていうのは、先ほども申し上げたように2008年の半ばから
後半にかけてもう法務省の中あるいは検察の中あるいは東京高裁あるいは最高裁の中でかなり話題になっていたはずなんですね。でにもかかわらず同じ DNA 型鑑定同じ時期に行われて同じ研究所科警研で行われ同じメンバーで行われ同じ方法 MCT118 型でやられた鑑定がおかしいっていうふうに話題になっている中同じ鑑定で行われてそれしか唯一証拠がないような事件の死刑を執行してしまったということなんです。自然に考えればどう考えても再鑑定を阻止するためにですね、その遺伝子採取を妨げようとして死刑を執行したように見えますね。そうなんですよね、はい、つまり、僕はここから先は先ほど申し上げた推測になっちゃうんですけれども、はい、その足利事件の場合は言葉は悪いですけれども無期懲役っていう判決だったと、つまりそのミステイクはミステイクだと、だけれどもまだその一種取り返しのつくミステイクだと、でこっちの熊さんの事件の場合は死刑っていう判決で、場合によってはこの死刑制度そのものに対する疑義みたいなのも広がりかねないし、まあある意味そんなものがあるのかどうか別として日本の刑事司法のその根幹がひっくり返りかねないっていうことで、この時期に慌てて執行しちゃえと言ってその法務省および検察庁が突っ走った可能性があるんじゃないかなと思うんですね。どうですか、こういうその、ね、役人 の, その修正っていうのは、なんか宮田さん僕よりもずっとお詳しいと思うんですけども、まあ、役人の世界では、まあ、多分よくあることなんですよね。でまあその官僚の世界はですね、例えば特捜、まあ、大阪地検がね、以前ですね、まあ、調査の捏造問題で話題になりましたけれども、まあ、要するに東京と特捜がですね、勢力争いをしているという中で、まあ、得点を稼ぎたかったっていうことが非常に大きな動機としてあるわけですよね。でその意味で言えば、実はそのおそらくですね、行政官僚制の枠の中でですね、この、まあ、法務省の中の、まあ、例えば権力争い等がある。で他方でですね、その法の根幹を揺るがす、あるいは司法に対する、まあ、司法行政に対する、あるいは法務行政に対する信頼の根幹を揺るがすっていう、まあ、名目もですね、官僚制の中では立つということで、その内部的な理由と、まあ、外部的というかですね、国の、まあ、法務行政の正当性を支え維持するためというですね、多分2つの理由があってこういうことが行われるんだと思うんですね。でちなみにですね、この2008年の段階でのですね、死刑執行を、まあ、当時の森英介法務大臣にいわば上申をしたですね、刑事局長の名前が大野光太郎です。大野は大きなのに、常という字に、つまり恒星惑星の恒星ですね、太郎という人なんですね。でこの人はですね、翌年に事務次官に出世をし、その後大阪仙台高検検事長を経てですね、現在東京高検検事長をやっているというですね、エリートコースで、いわゆる赤レンガ派といわれるですね、まあ、法務省内部 の, つまり役人、現場ではなくて、むしろですね、その、まあ、法務行政の、まあ、裏方というかですね、事務的な仕事をずっとやっている人なんですね。警察っていうのはつまり現場で捜査をする、はい、そのいわゆる現場派、特捜部の検事たちと、ね、はい、一種その法務省の中で法務司法行政全般を取り扱うような、うん、いわゆる赤レンガというふうに分かれるわけですね。で、まあ、その赤レンガ派と、まあ、現場派ですよね。で現場派まあ、一部に関西派っていうのがいたわけだけれども、まあ皆さんご存知のように、調査捏造の問題とかですね、小沢一郎さんに関する、何でしたっけ、小沢一郎さんに対する捜査の問題、そうですね、再起訴問題でですね、やはりまあ捏造されたですね、まあ上申書みたいのを作ったということでですね、問題になった。まあ、特捜に対する信頼がですね、ものすごく落ちていく中で、赤レンガが、まあ、どん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 、まあのし上がっていくという、まあ、プロセス の,、まあその最初の方の段階にね、あるわけなんですよね。で現に
まあ、その大野幸太郎はですね、うん、あのまあ、出世街道の、まあ、旗頭ですね、うん、東大法学部卒でですね、ハーバードロースクールを、出ている人でもあるんですけれどもね、でそういう意味ではあのこの人の経歴に傷をつけないというふうなですね、うん、観点からの、その大野幸太郎だけではない、まあ、人たちのですね、官僚たちの動きもあっただろうというふうに思いますね。法務省の中でね、その死刑の執行っていうのはどういう手順でやられるか、つまりよく言われるのが、うん、その一体どういう順番でやってるんだと、うん、その10年も20年も、まあ、袴さんの場合なんかは48年ですけれども、ね、執行されない人がいる一方で、うん、宅間死刑囚ですか、うん、大阪教育大にその、はい、で子どもたちを何人もその刺した、うん、彼の場合なんかは1年で執行されると、うん、どういう順番で執行されるかっていうのはなかなかこれブラックボックスに入っちゃってて分かんないんですけれど、うん、僕が以前取材したところによればね、うん、法務省の刑事局、まさに先ほど言った大野刑事局長時代も同じですけれども、うん、刑事局の中に総務課っていうそのまあ筆頭課ですね、はい、いろんな役所の中で局っていうのがあると大体総務課っていうのが筆頭なんですけれども、うん、刑事局総務課に局付き検事っていうのがいるんですね、うん、局にそのついている検事が何人もいて、その検事を差配するその課長代理みたいな人がいるんですけれど、その課長代理みたいな人がどうもその順番を基本的に差配していると、うん、でその課長代理が局付き検事にそのこのこいつの死刑執行に関して過誤がないかどうか調べようという命令を下すと、局付き検事が一審捜査段階、一審段階、二審段階の全ての資料に目を通して問題ない、これは間違いないですということになると、上申するということになるので、その法務省刑事局長が、あるいはたまに官房長がやるときもあるらしいんですけれども、基本的には刑事局長が法務大臣に、サインをお願いしますと言って、法務大臣がサインを押すと死刑が執行されると、こういうことになるんですね。でその今回 の, その飯塚事件のケースでいうと、これね、もう一回映していただきたいんですけれど、これ2008年ですよね、死刑執行されてるのが。で確定したのが2006年の9月ですから、およそ2年なんですね。2年で、これ実はすごく早いんですね、まあ、もちろんその平均5年以上ですね。あの最近、明らかにされたところによると、平成15年から平成24年までの10年間で刑の確定から執行までの平均はおよそ5年7ヶ月ってなってるんですね。つまり2年でやられたっていうのはかなり早いんですね。でね、これもね、僕その当時取材して、その公死刑っていう本を僕書いたんですけれど、本の中で書いたんですが、当時森英介法務大臣はこの時に2件の死刑執行の上申が刑事局から上がってきたんですね。1件はその死刑制度の是非はともかく別として、もう本人もやったことを認めていて、間違いないですっていうふうに認めている死刑囚だったんですね。でもう1件は熊さんだったんですね。でさすがにこの熊さんの方はまだ2年しか経ってないし、それから一審段階からずっと否認してるし、で決定的な証拠っていうのは DNA くらいしかなくて大丈夫なのかと思ったらしくって、森英介法務大臣は当時その上申に来た刑事局の幹部に、これ大丈夫なのかと、もうこっちの熊さんのケースね、そしたら当時 の, その刑事局幹部は大丈夫ですと、絶対大丈夫ですので、署名とかサインお願いします、命令お願いしますって言って出したってことなんですね。だけどどう考えてもこの2年っていう期間はあまりにも短すぎるので、やっぱりその先ほど宮台さんがおっしゃった、その証拠というかね、その死刑は、死刑判決が誤っていたっていうことをなくすためにその執行しちゃったんじゃないかと。でこのケースでもっとひどいのは、その先ほどの足利事件の場合はそのまだ資料が残ってたんですね、よくテレビに出てくるその女の子の T シャツっていうのがまだ残っていたので、だから再鑑定ができたわけですね。つまりその T シャツとに残っている体液とその菅谷さんの DNA 型を再鑑定すれば一致するかしないかっていうのはすぐ分かるんだけれど、飯塚事件の場合はこの女の子の体液に残っていた付着してた血液とかの、その体液とかが実は残ってないんですね、と言ってるんです、はい、検察は。でつまりこれも再鑑定ができなくなっちゃってるんですね、まあ、意図的に阻止したと推定されますよね。だからこうなってしまうと、科学って大体僕そうだと思うんですけど、この間の小保方さんのその
スタップ細胞もそうだけど、基本的に再現できないものは科学じゃないと思うんだけど、どうなんですかね。いや、あの基本的に再現可能性をね、人が消去してしまっているということは、つまり科学的なプロセスを行政官僚制が、まあ、妨害しているというケースに多分当たるんですよね。で、あの、何て言ったらいいんだろうな、その多分ですね、あの、まあ、丸書きでも繰り返し問題にしてきたことなんだけれども、あの、まあ、よくリーガルコネクションって言ったりするんですけれどもね、まあ、特に判事、まあ、裁判官たちと検察、そしてまあ一部の弁護士っていうのは非常にあの仲が良い、まあ、厳密に言うとですね、あの何度も同じ顔合わせであの法廷をやっていて、でしかも多くの場合、まあ親密な関係もあったりするんですね。でそういうこともあるのでですね、あの検察や法務省の、まあ、利害をですね、判事が代弁するということは日本だけじゃなくて多くの国で実際に起こりうるということで、まず問題になっているんですね。で、まあ、そういう意味ではですね、この福岡地裁のですね、あの再審請求審におけるそのやり直しを認めない決定を出した裁判官の名前、これ平塚浩二っていうんですけれどもね、まあ、平塚は普通の平塚氏の平塚で、あの、まあ、三髄に告げるの子に司の平塚浩二という男なんですけれども、あのこれはね、恐ろしいことですよね。つまりこの判その再審棄却のね、決定の文章の中で2つのこと言ってますね。1つは DNA 鑑定は、まあ、事実上信用できないんだということを言っていると。にもかかわらず他の状況証拠があるので、あの合理的な疑いを差し挟む余地がない。それはね、おかしな議論で、状況証拠というのはね、この熊さんが犯人であれば説明がつく事柄がいろいろあるということなんですよ。でこれは数学論理学の必要条件十分条件で考えればわかるんだけれども、あの熊さんが犯人であれば説明がつくと、しかし熊さん以外では説明がつかないという証明ではないんですよ。熊さん以外のものでも説明がつく可能性があるんですよね。例えば似たような車が目撃されたということは熊さんの車じゃない可能性がありますよね。であるいはあの日本の場合、まあ、最近もね、ず話題になっている全証拠開示とかね、あの取り調べプロセスのですね、全面開示、要するに全面記録をする、開示可能にするということなんですけれどもね、そういうプロセスが存在しない中での、その目撃証言なるものの信用性ってもう十分に疑われてるんですよね。その意味では合理的な疑いを差し挟む余地はないのだっていうですね、この平塚浩二判事の言っていることは、素人目に見てもですね、あの何言っているんだと。でむしろ最初にも死刑判決のに関するですね、もう死刑が執行されてしまった以上、これを再審するということはもうありえないという結論をおそらく先にありきだということを推定させるような非常にずさんな文章ですね。あの僕逆に言うとね、はい、その平塚浩二裁判長、うん、名前ちゃんと言った方がいいと思うので言いますけれど、はい、うん、皮肉っぽく言うと気持ちもわからなくないなという気もするんですよね、うんうん、つまりそのこれがもし再審をするという判断ですよね、うん、僕はこれ再審すべきだと思いますよ、うん、つまりその熊さんが犯人かどうかっていうのは神しかわからないわけで、うん、僕も取材してみましたけれどわからないです。ただ少なくともその証拠を見る限り、うん、その有罪であるということを合理的にその疑いのないところまで証明できたとは言えないわけで、うん、なので僕はそのこれは再審して無罪にすべきだと思うんですけれども、うん、ましてや一番の決定的だった DNA 鑑定がこんだけ揺らいでるんだから再審にすべきだと思うんだけれど、でもその決定を出しちゃうと、うん、この国の刑事司法の最も根幹のところが揺らぐ、うん、つまり死刑っていう国際社会がほぼその先進国は廃止の方向に向かっている中で、日本とアメリカの一部の州だけが一生懸命維持になって、特に日本のように密室の中でやっているというのはないわけだから、この その死刑制度が根幹から揺らぎかねないし、もっと言えば国家が無垢の人を殺してしまったと、国家自体が犯罪者になってしまうっていうそのことなので、これをそのさすがに再審にするっていうのは、あ、もちろん検察法務はそうだ、法務検察はもちろん
その司法官僚、裁判官をはじめとする司法官僚は絶対に認めないのではないかという気がするんですけどね。しかし青木さんね、長い目で見ればね、全面可視化もなく全証拠開示もないという状態で死刑を執行するというのはね、まあそのいろいろあってですね、司法プロセスや司法行政に関する不信がねこれだけ広がっている中 でこれを放置する、つまりこの密室取り調べから判決に至るプロセスを放置するということはね、逆に死刑制度に対する信頼をやっぱ揺るがすものなのでね、ここで対処交渉的な立場からね、全面可視化と全証拠開示がなされていない状況での、その死刑に結びつくようなさまざまな取り調べや、捜査についてはその疑念を持たざるを得ないというふうなね判決を出してもいいと思うんですよ。逆に言うとその後はですね、全面可視化や全証拠開示によってですね、十分に物証等が担保されたプロセスを通じて死刑判決を下すのだというふうにしてね、死刑判決に関する疑義をむしろ取り除いた方がいいと思うんですよね。で、まあ確かに司法官僚制のみならずですね、行政官僚制、まあ一般に無謬性問題っていうのがあって、要するに体育会における先輩後輩関係の延長線上みたいなものなんですよね。で、先輩の顔に泥を塗るということができないとか、もうすぐですね、例えば刑事局長になるとかですね、事務次官になるとか、なんとか貢献、のそっぷりになるとかみたいな出世街道をですね、その自分のその局の親分が突っ走ってる時にそれを邪魔することができないとかっていうね、先ほど冒頭に申し上げたような非常に、お粗末なロジックがやっぱり働いて、その意味で言うと、その死刑判決、死刑制度の是非とかっていう問題とは別のロジックでね、先ほど冒頭に青木さんもおっしゃってたけれども、こういう歪んだですね決定に至るようなさまざまな方向づけがなされてしまうんだと思うんですね。でこの件に関してはですね、ちょっとインサートの VTR があるんですね、これ北谷明さんって、多分この番組にも、ビデオニュースにも何度も多分いらっしゃってるんじゃないかと思うんです。僕実は北谷さんっていうのはものすごい尊敬していて、その東京高裁の判事なんかもされたんですけれど、確か一審の地裁の時に十何件ぐらい無罪書いてるんですよね、そんな裁判長いないんですけれど、でその上それが高裁以上でひっくり返されたことが一度もないっていう、ものすごい人なんですよ。ある意味その天才というかですね、おそらく仕事をものすごい緻密にする人 でこの方が今弁護士にもちろんお辞めになったとな、されていて、でこの飯塚事件について少しお話をされているんですね。なんでちょっとこの VTR 見ていただくと、その本当この事件の問題がちょっと端的に分かる VTR らしいので、ちょっとご覧になっていただけますでしょうか。飯塚事件というのがありまして、3月31日に実は再審のに関する決定の告知があることになっています。この事件はすでに死刑が執行されてしまっているんですね。でこれは非常に問題なんですけれども、足利事件で菅谷さんの無実を明らかにする DNA 鑑定が明らかになりそうになった段階で、どういうわけだか検察が、法務省が死刑を執行してしまった。これは見方によればこの事件についても DNA の鑑定の元になる証拠を消してしまうというふうに、そういうふうなに考えたんじゃないかという疑いさえ出てきてしまいます。菅谷さんの決定で自分は無実になるんじゃないかと、無罪になるんじゃないかというふうに考えたと思われる熊さんという男性ですけど、この方はおそらくそのことを知ってたと思うんですね。なのにある日突然死刑刑場に引き出されて死刑を執行されてしまうと、この心情を考えると私は本当に煮えぐり返る思いがいたします。ということで、北谷さんもその腹渡が煮えぐり返るとおっしゃっているし、それから忘れちゃいけないのは、僕からさっき先ほど来その宮台さんがおっしゃっているこの大野幸太郎っていうこの刑事局長ですね。別にその個人攻撃は僕は好きじゃないけど、こういうのは攻撃した方がいいと思うんですけど、今東京高検検事長になっていると。でこれ皆さんあまりご存じないかもしれないですけれども、東京高検検事長っていうのは次は検事総長ですから
検察っていうのは普通の役所っていうのは、うん、事務次官が一番偉くてっていう役所ですよね、はい、それで、その下にこういろんな局長がいるんですけど、うんうん、その法務省っていうのは変な役所で、まあ、検察庁と法務省っていうのを、まあ、行ったり来たりしながら偉くなっていくんですけれど、うん、事務次官っていうのは法務省、うん、法務事務次官っていうのは法務省の中の秩序でいうと10番目くらいのポジションで、うん、で各地方に、貢献の検事長っていうのがいて、これは天皇の認証官なんですけれど、はい、でその中でも東京高検の検事長というのは一番偉いと、うん、でこれが実は法務検察の中ではナンバー2なんですね、うん、だからで東京高検検事長になると必ず検事総長になるということなので、まあ、間もなく検事総長になるわけですけれども、うん、まあ、断定はできませんけれども、少なくともどうやらこんなデタラメでひょっとすれば冤罪を生んで、うん、冤罪だったのかもしれない、うん、その疑いは極めて濃い人物を死刑執行した時の刑事局長が間もなく日本の検察庁のトップになるっていうことの、うん、まあ、現実をね、かみしめつつ検察を見た方がいいんじゃないかなと思いますけれども、うん、でその今、宮田さんが最後におっしゃられたその可視化の問題ですね、取り調べの可視化、うん、それから証拠開示っていう話をされましたけれども、実はねその袴田事件に関して僕今日ちょっと実はお話をしたいなと思っていたのは、問題点はもう明らかなんですよねこの番組でおそらく何回もやってると思うんですね、はい、ここから袴田事件、そうです、はい、何が袴田事件、つまりさっき申し上げた48年っていうのはこれギネス記録、もう本当に世界中に恥を振りまいているようなもんなんですよね、うん、だから他の、うん、北朝鮮や中国の司法制度というのはひどいけど、日本の司法制度だって相当ひどいんですけれど、この問題というのは実は明らかで、どうすれば、袴田さんのような人を生み出さなくても済むかというのは、実はほとんど予算措置もなくできるんだけどできないという状況なんですが、そのことについて僕話をしたいんですけれど、まずおっしゃってた可視化の問題ですよね。で一体袴田さんはこれ自白してるんですね、取り調べ でそういう人っていっぱいいるんですよね、つまり、足利事件も自白してるんですね、それから深川事件っていうその直後に2人の杉山さんと桜井さんっていう方が無期懲役になった事件も自白してる、それからつい最近だとパソコン遠隔操作事件、そうですね、遠隔操作マルウェア事件、そうですね、4人もしかしたら片山さんも含めて5人の冤罪、うん、まあ、4人の冤罪は確定していた、うん、冤罪っていうか、まあ、要するにあの取り調べやってない人間たちがですね、うん、自白させられていたってことが明らかになってるんですよね、4人のうち2人が自白してるんですよね、でみんな言うんですけど、なんでやってないのに自白するのかと、うん、でましてやその菅谷さんの事件とか、なんて袴田事件もそうですけど、試験になるかもしれないのに、うん、なんで自白しちゃうのかっていうのは、これやっぱり密室の長時間の取り調べ、うんうん、っていうのがあまり想像を絶しているということなんですね。で袴田事件の場合でいうと、これまあ一部メディアでも取り上げているので、まあ、改めてってことになりますけれども、ちょっとこれを見てほしいんですけれども、これ取り調べの時間なんですよね。袴田さんが逮捕されて以降、まあ、8月18日に逮捕されるんですけれども、これずっと連日ほとんど休みなく取り調べですとか、ほとんどというか全く休みがないんですよね。でこの、取り調べの時間なんですけれども、平均で12時間長いので13時間ですか、16時間じゃないですか、16時間ですか、はい、うん、でこれその最初のうちはずっと否認してるんだけれども、最終的に自白に追い込まれるということなんですよね。これ、まあ、ちょっとこんなこと質問しちゃいけないですけど、はい、どう思われますかこれ。まああの非日常的な状況で、あの、まあ、その監禁を含めたですね、まあ、自由の拘束、自由のですね、侵害が存在し、絶えず罵声を含めたですね、言葉を浴びせられているうちに、まあ、いわゆるその変性意識状態、まあ、オルタードステイツ・オブ・カンシャスネスというふうに言うんですが、何がリアルで何がアンリアルであるのかがね、分からないような状態に陥り、したがって物事の優先順位、例えばですね、ここで自白したら自分は死刑になってしまうと、それだけは避けなければいけないなといったような優先順位も、まあ、機能しなくなってしまったりするんですよね。でそういう意味ではこの長時間の取り調べになるものはですね、あの遠隔操作ウイルス事件でですね、すでに明らかになっていることではあるけれども、あの実際やってない人間がやったと言わせられてしまうようなシステムになっているので、したがって、まあ、あの日本は、ね、起訴状一本主義、まあ、その検察官面前聴取が最も重要な役割を果たすとされている、その検面聴取の信用性がね、そもそもこういう取り調べがあるがゆえにも信用できないということなんですよね、うん、はい、
これね、だからその、はい、冤罪事件っていうのを僕も何回も取材してるんですけれど、うん、かなりの確率で自白に追い込まれてるですよね。で、誰が考えてもわからないんだと思うんだけれど、この時間を見て、うん、で今宮田さんがおっしゃったような状況に追い込まれていることを考えると、うん、まあ、自白しちゃう、うん、でそもそも密室でこれだけ取り調べを長くできるっていうその刑事手法を持つ、うん、いわゆる先進民主主義国っていうのはおそらくない、うん、全くないですね、うん、普通は弁護人が立ち会う、そうですね、うん、弁護人が立ち会ってないってこともありえないし、ね、あの警察でですね、あの、まあ、事実48時間以上取り調べることができるっていう国もほとんどないんですね、うん、そうなんですよね、だからこういう状況がやっぱりその、うん、自白を生み出し、でその自白がかなりその裁判でも重いその証拠として扱われてしまうっていうことになってくると、やっぱり冤罪をなくす一つの方法っていうのは当たり前ですけど、ずっと先ほどその宮田さんがおっしゃっている可視化、しかもやっぱり全面的な可視化でなければならない。例えば袴田さんの場合で言うと、テレビで等で一部民放テレビなんかでも流れてたので聞いた方いらっしゃるかもしれませんけれど、自白しているところがテープに取られてるんですね、うん、でそこだけ聞くとそう、あの逆にね補強する、うん、検察の言うことを補強する材料にいくらでも使われちゃうんですよ、ね、そうなんですよ。だからこれ延々バーンと叩きに叩きまくっといて、挙句の果てに最後の最後のところで自白しているところだけテープに取れば、うん、あ、自白してるじゃんってことになっちゃうんですけれど、だからそれではまずいので、全くこの全過程をきちんと録音、うん、録画すると、うん、でかつてのこの袴田事件の頃であれば、例えばテープをいちいち変えたりとかするっていう苦労があったかもしれないけれども、うん、今だったらね、その何十時間撮れるっていうような、そうですね、うん、まあ要するにハードディスクですね、そうそう、2テラバイトぐらいのハードディスクだったらですね、そうですね、何百時間も撮れますね、まあ、予算措置も多分これほとんど必要ないんですよね、はい、まあカメラ買うか、そのそれか録音機器買うかぐらいなんだけど、はい、まあ検察は裏金たくさん持ってるので、うん、でもすぐ買えるはずなので、うん、これをやればまず一つ解決するっていうのは、これも極めてシンプルな問題なんですね、うん、それからもう一つなんですけれども、これ袴田事件の経過なんですけどね、これも僕は本当にいつもなんかね、そのもう何度も何度も言ってても嫌になってしまうんですけれども、うん、事件が起きたのが、1966年の6月30日、うん、ちょっと宮田さんには嫌なこと言いますけど、うん、これ僕生まれたの1966年なんですよ、うん、つまり僕が生まれてちょうど、僕10月生まれなんで、僕が母親のお腹にいたくらいの事件なんですよね、うん、で8月に逮捕されたってことは、つまり僕の人生を袴田さんはほぼ、僕もいい中年のおっさんですけれど、うん、僕の人生と全く同じ人生を獄中に過ごしたっていうことになるんですけれど、で、まあ、66年に起きた事件ですよね、うん、でこれずっと下がっててもらいたいんですけれども、まあ、第一次再審請求審しますよね、うん、で2008年第二次 再審請求して、ここなんですね、2010年、2011年、この辺りのところで、うん、でここですね、2011年、うん、ここで静岡地裁の、勧告なんかを受けて、うん、ようやくその証拠が示されると、でこの中に例えば、袴田事件っていうのはその決定的な証拠とされたのが、うん、その事件から実は1年も経ってから、その袴田さんが勤めていた味噌製造会社、まあそこの味噌製造会社 その社長とかの家族がもう殺されて放火されるんですけれども、その味噌製造会社 その味噌樽の中に、血のついた袴田さんのものと言われるその衣類、まあですね、あの下着類とかが出てきたと、でこれが、決定的な証拠となって袴田さんの犯行だってことになるんですけれど、この袴田さん その衣類と、ものとされた衣類っていうのが、これまではモノクロ写真でしか出てなかったんですね、うんうん、ところが2010年の段階でカラー写真で出てきたと、うん、でカラー写真で見たら、1年間も味噌だるの中にあったのに、うん、なんか意外と綺麗じゃんっていうことになってでおかしいっていう、まあまあ、それ以外にもいくつもその証拠が出てくるんですけれど、つまり何を言いたいかっていうと、1966年の事件が2010年になって証拠が開示されるっていう、この異常さですよね。これは、まあ、この番組でも何度もやってると思うんですけど、ちょっと一度どんなふうにお考えになるかご指摘いただけます？あの基本的には警察にしろ検察にしろですね、あの捜査はあの税金によって行われていて、まあ、その意味で言えばパブリックサーバントが税金を使って国民のためにですね捜査をしているわけですから、そのプロセスで収集した証拠は検察官のもの、あるいは警察官のものではなくて、まあ、国民のものなんですね、パブリックな、パブリックなものなんですね。なので国民の請求があれば全て開示できる状態じゃなければいけない。でまずこれが
大元の議論なんですね。で特に今回はこれ司法過程、つまりあの裁判の判決に影響を与えるものがまさに証拠と言われるものなので、うん、あの検察がその自分たちの立論に都合のいいものだけをですね、貼り合わせたり、場合によっては捏造した証拠を加えている可能性などをですね、その、まあ、同時にあるいは後に検証できるようにしておくのは当然のことですよね。だから全証拠開示と、まあ、あのまあ国によってまさに証拠永久保存というところもありますけれども、まあ100年ぐらいはね、あの証拠を保全しておくということがですね、まあ求められるはずなんですけれども、ね、うん、いやだからその意味で言うと、よくこのようなデタラメな制度がね、正当性が疑念にさらされないで、まあ世界中から疑念にさらされているけれども、日本の行政官僚制の中ではその誰も問題にできないし、政治家さえもですね、これをほとんど問題にできないというね、まあ、保坂信人さんとかね、いろんな方がずっと問題にしてきたことではあるけれども、実際それによってその政治家庭がですね、制度の改革に向けて動く、向かって動くということはほとんどなかったんですよね。あれなんですよね、その、うん、宮田さんのおっしゃった通りで税金で集めると、うん、でもっと言えば我々が付託した強権も含めて、うん、その強権と税金を 使ってかき集めるわけだから、はい、僕なんか当然その証拠ってのはもちろんパブリックなものだし、うん、その最初の公判定の段階で基本的に全て弁護側にも示されて、うん、でその同じ証拠に基づいて検察側は被告人の有罪を立証すると、はい、であれ弁護側は無罪なのか、あるいは認めている場合でも、いや実はこういう事情があったんだとかっていうような防御を行って最終的に裁判が判断するっていうのはごく当たり前だと思うんだけれど、この国の刑事司法っていうのは証拠を基本的に警察検察が全部抱えちゃって、はい、でこいつが犯人だと思われる、思わせるその一番こういい証拠をどん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 法廷に出してくる、これなんか裁判の世界では最良証拠主義っていうらしいんですね、うん、最も良い証拠主義、はい、証拠を出してくると。である僕判事さんに聞いたことがあるんですけれど、うん、その判事が批判されるのは最もだし、うん、それから批判は甘んじて受けるけれど、うん、いい証拠ばっかり見せつけられると、うん、いやーこれは犯人だろうって思っちゃうんだよね、うん、っていうようなこともおっしゃってる方がいるんですよね、うん、つまりやっぱり証拠っていうのを全面的に開示するっていうことが、ただ先ほど申し上げた一つは取り調べ段階の密室の解消ですよね。僕可視化っていうのは実は本来は弁護人が立ち会うべきなんだから、うん、可視化っていうよりもむしろ密室を解消する、でそのためだったらとりあえず一番現実的なのは可視化ですよね、現段階では、はい、それからもう一つは証拠の開示、全面開示、これをするだけで、つまりこの袴田さんのケースで言うと、そのこれ証拠がきちんと開示されていれば、ひょっとするとこの最初の裁判の段階でこれ無罪だったんじゃないかっていうことになるわけですよね。もっとせめてもっと第一次請求審で出していれば、袴田さん の交流された期間というのは今よりも20年くらいは下手すると30年くらい短く済んだ。でこれ検察なんかがよくその証拠を全面開示で抵抗するのはね、例えばこんなケースだっていうんですね、その例えばストーカー事件があって、でストーカーの事件 その証拠、全部証拠を加害者側あるいは被告人にその示したら被害者が大変なことになるじゃないかと、これはその通りなんですよ。あるいはヤクザの事件でその証拠を全部その被告人側に示したらいろんな人に迷惑かかる、でもその通りなんですよ。ただそれはあくまでも例外であって、開示を原則にしつつの例外だったらともかくとして、今は全く出さないのが原則になって出すのが例外みたいになっているので、この2つをやるだけでだいぶ本当に違ってくると思うんですけどね、うん、そうですね。で、まあ、全く同じ理由で、あのまあ取り調べプロセスのですね、まあ、全面可視化っていうのは要するに後でですね、あの記録した映像を特に弁護側がですね、全て精査をして取り調べのやり方にその問題がなかったかどうか、自白がその誘導や強制に基づくものでないかどうか、あるいはその自白をする時の被告のね、被告じゃなかった、まあその被疑者のね、精神状態が、正常というか普通まともであるのかどうかっていうようなことをね、やっぱ検証できるようにしておくことが大事なんですよね。その要するにつまり全面可視化も、あの全証拠開示も基本的にですね、あの検察、まあ、あるいは役人がね、あの、まあ、自分たちのですね手柄をですね立てるために恣意的にですね、その問題をコントロールしていないかどうかを国民がやっぱチェックできるようにするというところに最大の眼目が
あるんですね。で日本 の、 その行政官僚制の下ではですね、あの検察官が、まあ、検察官段階で有罪にできるものだけに絞って、残りのものを不起訴ないし起訴猶予という形でですね、裁判所に持ち込まないということで、これが意味することはですね、ここから先、つまりですね、どれだけ有罪を獲得できるのかということが、その検察官の力量の物差しになっちゃってるんですよね。でその意味で言えば、本当にあの検察官が得点を上げるためにですね、全証拠開示にも抵抗するし、場合によってはあの証拠の切り張りやですね、捏造だってあり得るんだ、まあ、実際ありあったわけですけれどもね、そういうことがあの全然暴圧されない、コントロールされない状態、つまり放置された状態が今あるということですね。まあ、この浜場さんの事件のケースでいうと、そのもう報道されている通り、その実はそのさっきの衣類ですね、衣類っていうのはどうも捏造です、ね、捏造だと、はい、もう捏造なんでしょう、おそらくね、はい、つまりその静岡、当時の静岡県警っていうのは、そのそういうことをしたわけですよね、それから、まあ、最近で言えば先ほど宮田さんおっしゃった通り、大阪地検でも証拠の改ざんっていうのがあった、はい、でね、最後にこれだけをちょっと付け加えたいんですけれど、僕はもう本当に憤ってるんですけれど、実は大阪地検特捜部で証拠改ざんがあったと、これは朝日新聞のスクープで明らかになって大騒ぎになって、まあ、特捜検察なくせっていう一時議論いくくらいまでの話題になりましたですよね。でその後実は検察のあり方検討会議っていうのが開かれて、でまあ議論かなり骨抜きにされたんだけれども、きちんと今の状況、刑事司法の問題点というのは、あるいは検察の在り方も含めて見直した方がいいよという話になって、今実は法制審議会というところにその特別部会を作ってあるんですね。その新時代の刑事司法特別部会というんですけれど、でここで、つまり流れとしては大阪地検特捜部で証拠改ざんが起きたと、でやっぱり取り調べの可視化とか証拠開示とかという問題をやっぱり我が国としても考えた方がいいでしょうということになって法制審議会で話している。で法制審議会というのはその法務大臣の諮問機関で、その、まあ、法務大臣の諮問機関というと大した権限ないんじゃないかと思われるんですけど、実は法制審議会ってここでの決定は基本的に法制化されるっていう極めて重要なその審議会なんですね。でそこで新時代の刑事司法特別部会というのを今やっているんですけれども、ここでの議論というのはすごい議論になっていて、ごく簡単に言うと、みんな僕誰に言っても疑われるんですけど、ごく簡単に言うと、大阪地検特捜部で何であんなことが起きたのかと、でこれは基本的な議論の方向なんですけど、これは捜査員が熱心だからああいうことが起きたんだと。そうなんですよ、捜査員が熱心だから起きたと。で捜査員が熱心なのに、最近はその被告人にすぐ弁護人とかがついて、なかなか自白が取れないと、だから無茶してああいうことやっちゃったんだと。だから今必要なのは可視化とかも必要だけど、もうちょっとこう捜査権限をいろいろ欲しいよねっていう話になってるんですよ今。それで今ね、盗聴法、まあ、つまり通信傍受法の範囲を大幅に拡大しようとかっていう議論に、今新時代の刑事司法特別部会っていうの話が流れていて、実は14日だったですかね、4月の14日だったか17日だったか、ごめんなさい今手元に資料がないんですけれど、に中間報告が出るんですよ。でその中間報告っていうのはどうやら可視化の範囲は基本的におそらくですけれども裁判員裁判の範囲内と、つまりだから重大事件ですよね、殺人とか、それからまあ強盗強姦とかっていわゆる重大事件に限ると、つまりこれ多分全刑事事件の数パーセントにとどまって、一番肝心なその大阪で起きた証拠改ざん事件というのは、つまり村木さんの事件ですけれど、あの事件は可視化の対象にならないんですね。というような方向にこう議論がねじ曲がりつつあるんですよね。その中間報告もおそらく間もなく出るんですけれども、まあそのこの国のその警察官僚というか司法官僚というか、ね、その宮台さんと同じ学校を出ている極めて優秀な方々は一体何を考えているんだと僕は本当に腹立つんですよね。まあ、デタラメな制度を変えようとする人間がいないというデタラメが横行しているわけですよね。日本の審議会制度になるものは、あの、まあ、3.11 の原発事故の後もですね、あの、まあ、経産省の下にあったようなもの、まあ、あのエネルギー関連のですね、あの4つぐらい部会があったりしましたけれども、まあ、とにかく日本の審議会制度は、まあ、先進国の中ではもはやですね、ありえないようなデタラメで、基本的にはあの盗人が十手を持つのと同じでね、あの本当はその審査の対象にならなければいけない行政官僚がですね、
事実上全てのシナリオを書いた上でシナリオに都合のいい人選をするというですね、こういう形になっているんですね。でもちろん形上はですね、それを各省庁の大臣がですね拒絶できるわけだけれども、実はその大臣のそのお仕事がですね、ほとんど全て行政官僚の手助けに依存しているということがあって、あの力関係から言うとね、そのような、下から上申されてきたものを突き返すとか拒絶するということが大臣にはできにくくなっているんですよね。でそういう物事 の、 その組み合わせの相対から、まあ、推定されるのはですね、行政官僚がやり放題状態になっていて、それをコントロールするためのですね手段が実はその政治家の側にもまして国民の側にもないということなんですね。まあ、ひどいもんですよね。だから、はい、まさに宮田さんのおっしゃる通りで、僕もそのこの特別部会っていうのの動きをこうずっとウォッチしてるんですけれど、基本的にはアリバイ的に、例えばその特別部会には、映画監督の須尾さんですね、あの僕たちそれでも僕はやってないっていう作った須尾さんとか、それから村木さんも実は入ってるんですよ。ところがよく見るとその検察の代表、検察 OB ですよね、それから警察の代表 OB とか、それから刑事法学者、それから、そのいわゆるなんていうの、知識人と言われているメディア関係者みたいな人たちが入ってるんですよ。で一部には須藤さんやその村木さんみたいな人もいるんだけれど、よく見ると過半数以上は、まあ、警察検察 OB や、いわゆる御用学者になっていて、でその可視化の問題もどうも話を聞いてるといろんな議論が百出するような形になってるんだけれども、最終的に事務局がじゃあ案を示させていただきますって言って2つ案を示したらしいんですよ。で1つの案はその捜査機関いろんな、ね、捜査していると可視化にやっぱり問題があるっていう声も確かに確かだよねと、まあ、例えばさっき言ったそのヤクザの事件とかでなかなか可視化すると喋らない人がいるとかっていうようなこともあると。だから基本的に可視化は捜査員の判断に任せるというのが A 案とで B 案が裁判員裁判の対象事件にを可視化すると、でこのどちらかどうでしょうかって言われたら、こう B 案にするしかないじゃないですか。まさか A 案にするわけにいかないし、でじゃあ B 案ですかって言ってそこに落とし込めるというような、うーん、まあはっきり言えば茶番劇。そうですね、あのこの番組でもね、あの特にですね、あの総合資源エネルギー調査会基本問題委員会っていうね、飯田哲成さん、はい、とかですね、あの枝広さんがですね入っていらっしゃったものを、まあ、あのここでですね、そのプロセスを今全部見れるようにな、民主党政権がなりましたので、まあ、それを見ながらね、あの要するに中間総括、中間まとめみたいなものがね、あの事実上ですね、あの飯田さんや枝広さんがまずいなかったかのようなですね、形でまとめられようとして、でそれを基本問題委員会のね、その三村っていうですね、まあ事実上ですね、その引き回す役目を負ったですね、まあ、委員長が、まあ、全くデタラメな方向に引き回しつつ、その中間まとめ的なものをね、あの国民に示すという形なんですよね。だからもう問題はすでに明らかで、実はその、ね、イギリスをはじめとする、ね、ヨーロッパの国でも随分前にね、あの審議会の人選を、あの行政官僚がやるのは先ほど申し上げたように泥棒が十手を持つのと同じことだから、つまりまさにそういう理屈でね、あの独立行政機関にですね、あのいわばですね分ける、ね、官僚には権限を与えないという方向がもちろん当たり前になってるんですよね。そうですね、まあね、そうなってほしいんですけど、まあ、だけど現状はまあひどい状態で、ただ一つだけ思っているのはね、その今 の、 その新時代の刑事司法特別部会っていう法制審議会の議論に関して言うと、かなり絶望的な方向に議論が進んでいるんですけれど、まあ、その中で袴田事件のこういう決定が出たと。で、まあ、まだ検察は実は即時抗告っていうことで東京高裁にして、これは31日ですか、あのしたわけですよね。つまりまだ抵抗する構えなんだけれど、まあさすがにこれ今の状況の中でその東京高裁もそのなかなかこれを認めるっていうふうにはならないと僕は思いたいんですけれど、ただそのこの静岡地検あ地裁の決定っていうのがかなり格調の高い文章で、あの著しく正義に反するというようなことを書いてるんですね。この裁判長、名前どうしてなんて言ったかな、村山さんだったでしたかな、あの、なんですか、この人ね、実はさっきの VTR に出てきた北谷明さんが非常にそのよく知っている裁判官で、極めてその情熱のある裁判官らしいんですよね。
だこういう裁判官がそのこういう決定を出して、うん、でこれだけ刑事司法の問題点が明らかになって、うん、まあ、今までも明らかになってるんだけれど、うん、改めてクローズアップされた、うん、つまり一つはなんでこんなことが起きるかって言ったら、一つは密室での取り調べ、その長時間の密室での取り調べですよね、うん、それから証拠の非開示ですよね、うん、この2つが問題だってことは極めて明らかになったので、うん、やっぱりさすがのその特別部会もこのまんま泥棒に追い銭みたいな状況で議論を進められるとは僕は実は思いたくないんですよね、うん、なのでまあ僕らもちょっと注目もちろんしていくんですけれども、そうですね、まあ、あのもう一つ先ほどね、うん、あの実名をここで喋りましたけれども、あのマスメディアはなかなかそこまでできないのが今の仕組みですからね、あのインターネット上にですね、インターネットっていうのは一回載った情報は基本的に永久に残る可能性があるのでね、うん、そこで、まあ、その、まあ、国辱的なというかですね、その外にまさに説明が立たないようなですね、その行政プロセスや司法プロセスを回した、その各、まあ、場面でのですね、張本人の名前を永久にですね、インターネット上に残るように、まあ、晒していくっていうこともね、やはり非常に重要だと思いますね。まあ、先ほど言った大野幸太郎ですか。大野幸太郎ですね。ね、うん、その人がだけど、まあ、日本のまもなくその検察組織のトップに立つんですから、うん、まあ、ちゃんと覚えておいて、なんか偉そうなこと言っても、はい、お前は何を言ってるんだというふうに唾を吐くっていうことが大切なのかなと思いますよね。わかりました。じゃあ、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。